Z ゲージとは、鉄道模型の規格の一つ。Z スケールとも呼ばれる。Z ゲージは、縮尺1-220、基間 6.5mm の鉄道模型規格の、名称である。縮尺1-220を、Z スケールと呼ぶ場合もある。小スケールであるがゆえに精密感がある。また狭い場所でも、レイアウトジオラマを設置でき、実物に近い長編成の列車も、 小スペースで走らせることができる。一方で、小スケールであるがゆえに、動力車の重量が軽くなり、分岐器や急カーブで脱線しやすく、十分な牽引力を確保することが難しいという側面もある。また、フライホイールを搭載していても完成が小さく、レールの汚れや酸化により、終電性が落ちている場合、走行がぎくしくする場合がある。分解された。 Z ゲージの機関車 Z ゲージはメルクリンの設計技師長ヘルムート・キリアンの考案によって企画された。1972年のニュルンベルク国際具見本市においてメルクリンからミニクラブの名で発表されたのが最初である。新しい企画の名称に Z が選ばれた理由は商業の系において将来にわたってこれよりも小さいスケールのものは出現しないだろうという。 意味が込められていたためであった。1978年、メルクリン製の機関車に牽引された6両編成の列車が無停車で1219時間7 2 0トルの走行を記録し、ギネスブックに掲載された。販売開始から30年以上の間、車両、電源装置、線路など、鉄道模型のシステムすべてを取り揃えているのは、 メルクリンだけであり、イギリスのピコは線路を、アメリカのマイクロトレーンズは、アメリカ型ディーゼル機関車と貨車と同章付き線路を、日本のガレージキットメーカーの一部が車両を発売したなどに止まっていた。このことが高価格化や愛好者の伸び悩み、サードパーティーによる人形やストラクチャーの供給が少ないなど、悪循環に陥り、普及を妨げる要因になってきた。ピコでは、 N ゲージのなろうとして、機関 6.4mm の製品を発表したが、後に Z ゲージと線路を共用できるように 6.5mm に変更された。1988年、メルクリンのカタログに3機種の電子式、コントロールシステムを搭載した機関車が掲載されたが、実際には発売されなかった。原因は、デコーダーの発熱問題を解決できなかったからだと、 推測されている。現在ではそれらの問題は解決され、車両製品には先進的な電子装置が組み込まれている。今日ではサードパーティー製のデコーダーを搭載する愛好者は増加しつつある。ヨーロッパの標準であるセレクトリックスから供給されているいくつかの最も小さく厚さ2ト、mm、ル以下のデジタルコマンドコントロール多様のものが一般的である。 Z ゲージのレイアウトかつては、日本型車両は一部のガレージキットメーカーからのみ供給されたが、2000年代中盤頃から大メーカーが参入し始めた。最初期は食品おもちゃ扱いの製品であったが、その後は鉄道模型として一般発売され、販売ルートも鉄道模型店経由が主流となった。 欧州鉄道模型標準規格に定められた規格で、メーターゲージ、ケープゲージ、3フィートゲージなど、基管が 850mm 以上、1250mm 未満の実物の鉄道車両を、1、220に縮小して模型化する。基管は 4.5mm である。現在 Z スケールの正式なナローゲージ規格は、この規格のみである。 密度が同じ場合、縮尺が半分になると重量は1、8になる。なお2006年に Z ゲージよりも小さい期間 3mm の T ゲージが発表されている。ありがとうございます。